はい、ここは JR の下関駅ですね。今、小倉駅など運行がスタートしました。これが JR の方に、もう海が見えますね。すぐ目の前がこちらは海ですね。関門の方が多分こちらなんでしょうね。そしてこの下関駅からはですね、この線、これは山陰線なんですね。こちらが山陰線になります。そしてこれに乗って、長く次の九州方面は長崎で31分発小倉行き7番の中から発車します。この山陰線は旗部ですが、旗部から、方面を回っています。こちらですね、山陰線方面が並べてありますね。こちらに乗ってまいります。いいな、海が目の前に、目の前に下の席が入ってこれぐらいあります。これが山陰方面。ただいま7番乗り場で先生の列車は快速の列車となり1着に入ります。新山口暴風7番乗り場の列車は最後に入ります。13時31分発